村おこしの事業の推進する上でね、何をメインにして一番大事にして入られていったらええかいうことになればね、やっぱりこの鎧兜と違うかと、甲冑作りいうこれもありますよと、ただ単にこう PR そのものだけ言うよりは、もう一つうちにはここにみんなこう集ってくださいと、うん、そういう場作りいうのも一つ大きなこれからの村作りのね、うん、要素なんじゃないかなと、自分で作って、うん、孫の分も作って、うん、で完成したものを白田城祭りに自分が実際来て、うん、孫に着せて、うん、手引いてむしゃぎ寄るとしましょうと、コロナいうことね、うん、これは致し方ないことやで、じっくりもう一回内容的にいろんな面で考えられるのかな、うん、そういう期間がちょっとできたなと、うん、そんな思ったらまたプロスしちゃうかと、うん、自粛されて何か言ったら白田城祭りに行くのも防災やんかと、獅子舞祭りと秋祭りのね、うん、そういう時行こうかいと行こうって行くんや、うん、それが自然に声かけて行こうかいってスッとこう行くこと自体が防災につながるんや、人と人とのつながり、うん、常にこう気楽に話に できるようなそういう間柄を築くというか、そういう空気をやっぱり醸し出すというのが、それが一番肝心なことだと思いますけどね。